今日第2次安倍改造内閣と自民党の役員人事が正式に発表されますね。そうですね、はい。まあ、正式に発表されると今おっしゃった通り、もうマスメディアが好き勝手に書き散らしてきたわけですけれどもですね。で、平然と前の報道と違うこと書いて、はい、その長官はなぜかみんな揃ってるということになってるわけですけどね、はい。あのそのメディアの問題、政治家が様子を伺うのに使われているという問題もこれあるんですが、はい、もっと根本的にはですね、この内閣改造最初からずっと僕は反対なんです、はい。安倍総理ご自身にも、もうありのままに申しますが、何度かお伝えしました。お、そうですか。と言いますのは、はい、まだ現在というか今日までの第二次安倍内閣2年も全然経ってませんね、はい。これ長いですか。うーん、でこれを例えば今回留任と見られる重要閣僚の甘利さん、はいはい、TPP 交渉などをやっている経済再生担当大臣の甘利さんが、はい、テレビに向かって何をおっしゃったかというと、人事が停滞していると、で自民党内に不満がうっせきしていると、はい、これは良くないから内閣改造をやるべきだとおっしゃいましたよね。うん、人事停滞してるんですか。これじゃあ停滞しない人事っていうのは、まるで、フィギュアスケートみたいにツル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 大臣が次から次へと1年かそこらで変わって、それが良い人事だと国民の誰が思うでしょうか。固定されてる方がいいように思いますけどね。固定っていうのはまたちょっと違うと思うんですが、はい、世界の常識から見ると、はい、2年も経たずに担当大臣が変わると、その相手の国のカウンターパートナー、はい、話し合いをする相手国の大臣はみんなこれ困ってるんですよ。あ、ずっと昔から、はい、日本は総理大臣も含め、もう大総理大臣が代わりに、いや仮に今回みたいに安倍さんで変わらなくても、自分 の相手の担当大臣はどんどん変わるんで、世界中が困ってるのに、はい、それを知りながら甘利さんはこう発言して、しかも党内に不満がうっせきしてるとおっしゃいましたが、自民党内に不満がうっせきしようと、それが一体何だって言うんでしょうか。はい、国民の不満が問題なんでしょう、はい。だから今回の改造、そもそも、まあ、個人の意見ですが反対でありましたが、さらさりながら顔ぶれ見ますとね、はい、これまた見事に皮肉なことに留任した人たちに意味があって、はい、新しくなる人にはさほどの意義を見出せないで、僕はいます。まだ、はい、発表前ですからね、まだ変わることもありえるから、確定とは言えないけれども、留任の方々は実は実質確定してるんで、はい、その意味はあるんですよ、うん。でその意味あることから申しますとね、はい、例えば文科大臣の下村さんが留任なんですが、はい、これ実は最初ご本人も交代のおつもりだったんです。交代したいんじゃないんですよ、うん。しかし党内にあまりにも文科大臣になりたいって希望が多くて、もうこれはダメだと諦められていて、はい、で僕の方も、まあ、この下村文科大臣に今朝はちょっとありのままに言い過ぎかもしれませんがお会いした時に、はい、その日本の健常の美徳もいいけれども、うん、しかしおかしいんじゃないですか。安倍さんはなぜ再登板したんでしょう。やるべきことがあるからでしょう、はい。のやるべきことの中には教育改革が当然ありますよね。うん、第一安倍政権はやめ方は無残だったけれども、しかし本当は例えば教育基本法を敗戦後初めて 改正するというような成果もあったんです、はい。しかし教育基本法が初めて改正された後に、どの国民がどの親がどの子供が日本の教育は良くなった変わったと実感できましたか。うん、それを教育改革を具体化できないまま無残に辞任したのが第一安倍政権でしたから、国民のお許しいただいて再登板した以上はこの教育改革をいよいよ具体的にやらなきゃいけないんですよね。で下村博文さんという政治家は東京の政治家ですから、東京選出の政治家ですから、ちょっと九州は馴染みがないかもしれませんが、ちょっと珍しい政治家で、教育やりたいからといって政治家を目指し、そしてさらに大学時代に下宿してただけの東京板橋から選挙に出て当選してる、はい、安倍さんも世襲ですけども、そういう風潮と違う人なんですね。うん、それがやっと本来の目的の通り、あるいは志、目的というか志の通り文科大臣になりました。この
1年数ヶ月文科大臣やってこられましたが、じゃあ国民にどんな教育改革の印象が残ってますか。これ大臣や文科省の官僚からすればですね、例えば教科書検定の基準見直しに踏み込んだり、実は成果あるんですけれども、普通の国民の印象に残ってるのは英会話できるようになりましょうとか、そういう話でしょう、はい、しかし本当の日本の敗戦後の教育改革っていうのは、例えば慰安婦問題がこんなにおかしなことになったり、南京大虐殺でもずっと日中が揉めていたりってことを考えれば、フェアな歴史的な真実は何なのかということを現代史であってもちゃんと資料を駆使して公平に私たちは学びたいというのが本来の歴史、教育であり教育改革全体のことですよね、それ全然踏み出せてもいないんですから。実際は、まあ、教科書検定の基準見直しはその一部だと言われれば、その意味もあるんですけど、まだ国民実感できてませんよね、はい、でそれを考えれば、党内に不満が鬱積し、なりたい人が多いから交代するなんてこんなおかしな話はありませんから、ご本人にも安倍総理にもそれ交代させるならおかしいってことをあくまで一民間人として、申し上げまして、はい、僕の意見は全然影響力何もありませんので関係ないと思いますけれども、留任になってこれでようやく教育改革をちゃんと続けるというメッセージにもなるわけですね、はい、それから実は幹事長については、はい、僕はむしろ交代に最初から賛成でした。というのは石破さんは政策通で入閣は正しいけれども幹事長にちょっと向いてなかったんですよ、はい、でしたがって幹事長を変えるべきだと、これも個人の意見ですが申したところ、当然それはじゃあ次は誰かということになりますね、はい、実は私は麻生財務大臣がいいんじゃないかということを総理の側に申し上げました、麻生さんはこれ九州の人ですから皆さんおなじみあるでしょうが、はい、男の中の男なんですね。次元どうのこうのばっかり言われるけど、男の中の男が幹事長になるっていうのは僕はいいことだと思うから、そのお話をいたしましたところ、まあ、総理は実際に検討もされたようですが、総理が何ておっしゃったかというと、これは財務省にやっぱり必要なんだと。どうしたかというと、メディアを見ると麻生さんは財務省の言いなりみたいな感じに見えるけども、はい、本当はそうやって財務官僚に恩を売って、いざという時は総理の言うことを貫いてくれると、財務官僚が反対しても、はい、その典型が法人減税なんです。6月の成長戦略の改定の時に法人減税、はい、まあ、ちょっと曖昧な表現もあるけども、とにかく盛り込まれた。これ財務官僚は本当は水面下って凄まじい工作活動をやって反対したんですよ。減税なんでも嫌いですからね。でそれを麻生さんが押してくれた。だから麻生さんは財務大臣に留任ということで、僕も国民の一人としてこれは胸にストンと落ちたんですよ。なんと皮肉なことに、その新任の方々、小渕優子さんも含めてですね、いろんな期待もできるけども、留任の人事の方に意味がある内閣改造、そもそもこのつる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 氷の上を滑るように、大臣も総理も変わる習慣やめましょうということを、むしろこの機会に国民は声を上げるべきじゃないかなと、問題提起をいたしたいと思います。はい、ありがとうございました。独立総合研究所、青山茂春さん。